そこのお前、え、お前じゃ、お前、あれどうしたの。あなたみたいな小さい子はこんな夜遅くに出歩いたらダメ。お前は次の聖火祭では優勝候補と目されてるそうじゃな。うん、そう。お姉さん綺麗でしょ。分かった。いい子は早くお家に帰りなさい。おめでたい女目が。え？お、その器量よしの顔だけ傷つけるはずが、手元が狂ってしまったわ。あっけないの。まるで花を倒り、人形の首を首で切るのと同じじゃ。手応えがなさすぎて面白くない。そう思うだろ、ビクター博士。はい、魔女ビクトリア様のおっしゃる通り。さて、クリスタルの巫女とやらは少しは手応えあるのかの。ビクトリア様、そろそろあちらの路地に準優勝候補の女が参ります。まもなく第47回聖火祭を開催します。出場者の方は広場へお集まりください。間に合った。結局このセクシーな服は着ないんだよね。持ってきたの。もう決めたんです。リズの言う通り、着ておいで出ると。考え直すなら、これが最後のチャンスだ。アニエス、ぜひともブラボービキニを。拒否します。ああ、これほど悲しい日が未だかつてあっただろうか。いや、ない。リングアベル以外誰も悲しんでないって。アニエス、緊張してる。やっぱりたくさんの人の前に出るのは怖い。大丈夫だよ、僕たちがちゃんと近くで見守っているから。ええ、お願いします。そうしてくれるとだいぶ気が楽になりますから。任せてよ、アニエスも安心して。エントリーナンバー5番メアリーさんです。ああ、待ってるこっちがドキドキしてきちゃうよ。ラクリーカでの演説を思い出すな。あの時もどうなることかと思ってた。大丈夫、アニエスには僕たちがついているんだから。それより二人ともおかしいと思わないか。聖火祭には全部で6人の美女がエントリーしているらしいじゃないか。なんでアニエスのエントリーナンバーは9番なんだ。3人足りないっていうこと。自信がなくなって直前で棄権しちゃったんじゃない。うん、そういうものか。では続きまして、エントリーナンバー9番アニエスさん、どうぞ。あ、アニエスの出番だ。アニエス、アニエス、アニエス、あなたの番だってば。エントリーナンバー9番のアニエスさん、何度も言うけどあなたの番です、どうぞ。はい。何あの地味な格好。勘違い女、パッとしないわね。ねえ。
んなもんわざわざ見に来たんじゃねえぞ。ブーブー。私のたった一人のお友達、あなたに向けて話します。今は離れ離れになってしまっていますが、子供の頃からずっとあなたは大切なお友達です。一緒にいて楽しかったし、目標でした。いつだって私の少し前を歩いていて、でもあなたは私に優しく手を差し伸べてくれましたよね。本当に嬉しかったんです。あなたが笑って話しかけてくれたことが。でも今私にはあなたがどこにいるのかすらわかりません。幼かった頃のあなたの笑顔が頭の中から離れなくて、心配で身が引き裂かれるような思いです。もう一度会いたい。無事な姿を見せてほしいのです。本音を言えば、私は独り立ちした今でもあなたがいないと心細くて仕方がないのです。必死に前に進もうとしているけれど、そんなものはただの虚勢で、本当は立ち止まってうずくまって子供のように声を上げて泣いてしまいたい。ええ、私はこの重圧に押しつぶされそうで、一人ではとても支えきれません。あなたがいなくては使命なんて果たせる気がしないんです。弱音言ってはいけないとずっと心に決めてたのに、なかなか昔の癖が抜けませんね。私は待っています。だからもし私を見ているなら、ここにいるよと伝えてほしいです。そうしたら今度は私がかつてあなたがしてくれたように手を差し伸べてあげられるから。ありがとうございました。しょうがないさ、コンテストの趣旨とは全く違うアピールだったからな。やはりブラボービキニを着るべきだったのでしょうか。何も問題ないよ、言うべきことは言ったんだ。勝つことが目的じゃなかったわけだし大丈夫。きっとオリビアさんにはアニエスの思いは伝わったと思うよ。はい。あれ、何かしら、手紙。え、まさかそれって。オリビア、この手紙オリビアが書いたものです。やった、ちゃんと届いたんだよ。それでなんて書いてある。聖火祭のこと聞きました。私は会場には行けなかったのですが、アニエスもあの災厄を無事に乗り越えていたんですね。本当に良かった。私もあなたに会いたい。私のたった一人の友達アニエスに会いたい。でも今は身動きが取れないのです。西の遺跡の採用、クリスタル聖教の隠れ里、私はそこに身を寄せています。いい？絶対にこの手紙を他人に見せてはダメ。おばば様にもです。注意してください。ずいぶん警戒しているな。
おばば様にすら秘密にしろとは。やっぱり誰かに狙われているんだ。行きましょう、今すぐに西の遺跡の採用、隠れ里に。いいとこ、ビクター。はっ、しかと。そろそろ風の巫女を血祭りにあげてやろうかの。お待ちください、ビクトリア様。どうやら連中、水の巫女と落ち合う様子。ここは連中を泳がせ、後をつけるのです。さすれば、水の巫女ともども。ところで、やはり優勝は我々だったな。実に清々しい気分じゃ。お前もそうだろ、ビクター。はい、ビクトリア様のおっしゃる通りでございます。オリビアがどこにいるのか、ずっとごめんなさい。私はずっとこの国、フローウェルの各地を転々と逃げ回っていたんです。あの日、クリスタルが闇に飲まれてから。闇？それはほんの数週間前の話でしょ。私はそれよりもずっと前から、もう何年も。え、何年も前？どういうことですか？表面的には平穏ですが、この国には今クリスタル聖教への弾圧が行われています。多くの信徒が囚われ、抵抗すれば殺され、私も何度命を落としかけたことか。弾圧？一体誰に？ブラッドローズと名乗る者たちです。彼女たちがこの国に現れてから、突然激烈な弾圧が始まって。ブラッドローズ、特務隊。なんとか信徒たちを逃がそうとしたのです。でも私一人の力では何もできなかった。私もカルディスラ王国で皇国の追手に殺されかけたことがあります。だと思いました。ブラッドローズ特務隊もまるで私たちを憎悪でもしているかのように。とにかくアニエスとまたこうして会えて本当に嬉しい。お互い無事でよかった。もう会えないのではないかと思い始めていたところでしたから。どういうことですか？火の巫女様が亡くなったとブラッドローズの者が話しているのを聞きました。え、火の巫女様が？そんな、だったらクリスタルを解放できるのはもうあなたたち二人しかいないじゃない。解放？どういうことです？この小さな子は魔物？魔物じゃないわ、デアリーはクリスタルの精霊よ。オリビア、今世界を飲み込もうとしている闇を打ち払えるのは私たち巫女だけなのです。闇を払うには、あの大穴を塞ぐには、四つのクリスタルをすべて解放しないといけません。そうですか、そんなことになっていたのですね。アニエス、よく頑張ったわね。あの泣き虫さんだったあなたとは思えないわ。でももう大丈夫、一人では大変なことでも私たち二人で頑張ればきっとなんとかなります。私も逃げ回ってばかりではダメですね。これでは誰も導くことはできないもの。まだ残っている信徒たちを安心させるためにも、世界を最悪から救うためにも、アニエス、私もあなたと共に行きましょう。オリビア、よかった、あなたがいてくれれば私も安心です。ではまずは水の神殿へ。かくれんぼの時間はもうおしまいじゃ。あの少女、聖火祭で優勝した。ん？
なぜここに？もしかして後をつけられた？魔女ビクトリア、思い出した。あの子、エタルニア公国軍六人会議の一員。最近のお前ら巫女の動きは目に余る。ここでワラオが二人まとめて始末してやろう。しまった、アニエス。同時にと思ったのに、つまらん。オリビア、しっかりして。オリビア、なんてことだ。気をつけて、魔女ビクトリアは化け物よ。私たちが叶う相手じゃない。おやおや、遅いぞビクター、先に始めてしまったところじゃ。ビクトリア様、巫女については捕らえるのが目的でしたのに、ずいぶん派手にやらかしましたな。ま、別に良いのですが。わらわは己の力を抑制するなの好かんのじゃ。オリビア、しっかりして。そんな、どうして、せっかく会えたというのに、どうして。アニエスは小さい頃から泣き虫さんだったから、私が守らなきゃね。ごめんなさい。やっとこうしてまた会えたのにね。お願い、巫女の使命は、水のクリスタルの解放はあなたに託します。無理です、私一人では何も。オリビアがいないと自信がないの。無理よ。あなたならできる。きっとできるわ。あなたにしかできない。大丈夫。オリビア、目を開けて。目を開けてよ。あなたはたった一人の私のお友達でしょ。置いていかないで。私は一人も死にしないで。ごめんよ、嫌よ。オリビア。こんなことになるなんて、くそ。こんなのひどすぎるわ。エアリー胸の中をぐっちゃぐちゃにひっかき回されたみたい。それぐらい悲しい。でもどうしたらいいの？もうクリスタルを解放できる巫女はアニエスだけ。アニエス、大丈夫？ごめんなさい。あなたに頼るしかもう手はないわ。世界が完全に闇に飲まれる前に4つのクリスタルを解放してほしい。オリビアもそう言ったでしょ。あなたならできる。あなたしかできない。お願いアニエス、世界を救って。オリビアが死んだのは私のせい。風の神殿が闇に飲まれた時、私をかばって死んでいった修道女たちと同じ。どうしてみんな私を残していってしまうの？どうして私だけが生き残ってしまうの？誰もがいなくなっていく。私の周りから、私の知っている人が消えていく。私は何のため？アニエス、どうやって君を慰めればいいかわからない。でもこれだけは言わせてほしい。君には僕らがついてるから。
私がやるしかない。私がやらないと。待て、様子が変だ。うん、前に来た時とは空気が全然違う。あれ見て、クリスタルに。あいつは最悪を浸透せし者ルサルカ。風のクリスタルの時と同じか。アニエス、あいつを倒さないとクリスタルの解放はできないわ。やるしかないんです。私がやるしか。これで儀式に入れるわ。アニエス、準備して。念のために解放の儀式の手順をもう一度確認するわよ。クリスタルを解放するには、巫女の命の息吹とクリスタルの波動とを共鳴させることが必要よ。アニエスはクリスタルに祈りを捧げ続けて。うまくいけばクリスタルに劇的な変化が現れるわ。風の神殿でも言ったけれど、クリスタルにどれだけ変化が現れても途中でやめてはダメ。エアリーがいいって言うまで祈祷は続けるの。いいわね。でないとクリスタルの波動が逆流したり暴発して制御できなくなってしまうわ。アニエス、わかった？わかっています。繰り返す必要はありません。アニエス、もし暴発したら解放は二度とできなくなってしまうのか。そういうこと。だから絶対に儀式を邪魔しちゃダメよ。じゃあアニエス、始めましょう。はい。やったわ。水のクリスタルは解放されたわよ。アニエス、やったの。ご苦労様。アニエス、大丈夫か。これはすごく消耗してるじゃないか。平気です。この程度。これで解放したクリスタルは2つ。残り半分だね。アニエス、少し休んだ方がいいよ。ずっと無理しっぱなしじゃないか。平気だと言ってるじゃないですか。そんなに気遣わないでください。私が一人でやらなければいけないんです。私が。パパ様、海が元の正常な海に戻っていきます。おお、巫女様のお導きじゃ。ありがたや。風の巫女様のおかげでこの国を混乱に陥れたブラッドローズも除くことができました。志半ばで倒れた水の巫女様に代わり、このおばば、心より御礼申し上げます。この国も清くつつましさを尊ぶかつての姿に戻るには時間がかかりましょうが、新たな水の巫女様が選ばれれば、また民の心も一つになりましょう。ところで、今後風の巫女様はどこへ向かわれるのですかな。火の巫女が亡くなられたとのこと。まずは急ぎ火のクリスタルのもとへ行こうかと。なるほど。火のクリスタルを目指すとあらば、海を渡ってエイゼンベルグへと向かいなされ。エイゼンベルグはこの大陸から海路を西へ西へといったところにございます。まずは正気の森を越え、内海フローラクリーの港へお向かいください。このおばばが
地図に印をお付けしましょう。海も元に戻ったばかり。しかも長旅になります。どうかくれぐれもお気をつけて。では出航するか。お願いします。空気が重いな。アニエス、ごめんなさい。何を謝っているのですか。オリビアさんがあんなことになったのは、私にも責任があるから。確かにあなたは広告の空挺団にいましたが、あのビクトリアというものとは関係ないでしょう。それがあるんだ。あの化け物は魔女ビクトリアと呼ばれ、その存在は私も知ってたの。イデア、君は何者なんだ。前に現れたアナゼルとかっていう男も君を知っていたみたいだったし、広告軍の空挺騎士団の一兵士にしては。うん、きちんと言っておくべきだったよね。隠すつもりはなかったんだけど、私のお父様はエタルニア広告軍元帥、最高意思決定機関6人会議の議長なんだ。広告軍元帥、そして6人会議の議長って一番偉い人？つまりあなたのお父さんが水の巫女であるオリビアを殺すように指示を。わからない、わからないけど、私が責められても仕方ないよね。あなたはそうやってしおらしく、さも自分は知らなかった風を装ってオリビアの隠れ場所の情報を広告に流したのはあなたなのではなくて。違う。最初からあなたはスパイで、今この瞬間も私たちを騙しているのでは。よせアニエス、僕らはこれまで一緒に戦ってきたじゃないか。僕らの過ごした時間を簡単に疑っちゃダメだ。ごめんなさい、しばらく休みます。一人にさせてください。外界に出るぞ。